文明開化着物でドリーマーズ。皆さんこんにちは。そう、もう松のうちは終わってしまったんですけど、私今日が今年初ということで、2023年今年もよろしくお願いします。おめでとうございます。はい、今日第1回目で、素晴らしいゲストをお呼びしてますけど、その前に業務連絡いろいろやっちゃいますね。はい、コロナ対策、はい、演者スタッフ皆さん検温しております。50分に1回換気も行っております。すべて消毒されてますし、室内にはそうちゃんとオゾン発生器で、細菌をやっつけるようになっております。はい、で、あずにこう窓がでかい窓がありまして、もうすぐにこう換気できるようになっております。まあ、その代わりちょっと外の車の音とか入ってくることもありますが、それはまあご了承ください。はい、次、番組応援の会。はい、今年も2年目に入りました。ぜひ番組を応援していただけると助かります。豪華なキャストも呼べるかもしれないですし、ぜひよろしくお願いしますね。もし会員募集でこの入っていただけますと、ここに見学に来れたりですね、はい、テレビ電話で出演なんかもできますし、はい、そういろいろイベントなんかにこちらからもお伺いしたりして、いろいろ頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、これ生放送で やってるんですけど失礼しました。ツイッターから随時コメントをお待ちしております。で、コメントの仕方ですけど、ホームページ多分この画像を見ていらっしゃると思うんですけど、その生放送中の質問はこちらって下にあるんですね。はい、これをクリックしますとツイッターに飛びます。で、そうそう、でもってここにゲスト、こうですね、ここに書き込んでください。はい、もうリアルタイムでこうこちらに反映されまして質問ができます。はい、こちらで読み上げさせていただきますのでよろしくお願いします。はい、ということで次、あ、そうそう、スポンサーですね。で、ただいまスポンサーはついてませんが、うちのかみさんというか嫁さんが、はい、やっております、運命学カウンセリング、そうですね、はい、もう何年やってんだろう、すごい、実はもう相当こう深くいろんなことを勉強してて、旧正規学なんかでやってる、今日も実はイベントでなんかどっか出かけてるんですけどね、はい、戦略的に人生を組み立てるために占いを使っていこうっていう話です。はい、よろしくお願いします。でもって次、着物ドリーマーズ。はい、私末広町で、着物屋さんやってます。はい、いろいろとね、なんかこれっていうものもないんです、代わりになんか変なものはいっぱいあるっていうね、最近そうなんですよね、武士の格好したいっていう女子が来たりとかね、まあ、そういうことにはもう全然お答えしながらその場で遊んでって帰ってもらうみたいな、ちょっとアミューズメントっぽいところはありますが、その中で、着物を選んでいただけたらいいなって、みんなに楽しみながら着物を馴染んでいただけたらいいなと思いながらやっております。はい、ってなことで、さて結構巻いたけど4分ですね。はい、じゃあここで、はい、今日のゲストをお呼びします。藤隆さんです。どうも。よろしくお願いします。もう超忙しいところ本当に申し訳ないです。どうでもないです。もうかっこいいんですよ。曲流れてますけど。はい。わあ、懐かしいですね。これストップザミュージックって言って、はいはい、夜のヒットスタジオって昔番組があったんですけど、はい、それに出演させていただいた時のですね、はいはい、映像ですね。はい。まあ、そんなところでこれ話も長くなりますので、ここがこれで終わりにして、はい、今日は藤隆さん、 M バンドの藤隆さんです。よろしくお願いします。はい、そうで、藤隆さんどうしたのかっていうことを知らない人も多いと思うので一度説明していくんですけど、その前に本当にすごいスターだっ
ったっていうか、もう、ね、大ブレイクしてたっていう時の、あのデビューシングル、もうデビューシングルでこれですからね、ちょっとその映像を見てください。とりあえず黙ってみるみたいな。ハートブレイクですね。そうですね、これがデビュー曲で、82年のデビューだったんで、もう本当に40年前、うん、まあ41年の年が明けましたからね。これちょうど TBS のですね、レギュラー番組で夕方の5時だったかな、アップルシティ5号っていう番組のレギュラーをいただいて、でやってた時ですね。めちゃくちゃ照れますよね。いやでも、まあね、若い頃ですからね。久しぶりに本当に。もうお前も分かっているはず、終わりがない俺たち、夢見ることに疲れたらためらいに Goodbye。 ハートブレイク、もう一度、こんなにお前を愛しているのさ、そこは無理、戻って送ってよ、シンクリー、一人じゃダンスは踊れない、シンクリかっちょいい。いやー、なんかそのお客さんも当時を忍ばせるというか、はい、割と自由ですよね、この時代のね、お客様はね。あのこの番組は公開、うん、はいはい、公開番組っていうんですか、はいはい、そういう感じだったんで、もうその、お客様がリアルにそこで感じられて、うん、すごくまあ、楽しかった、まあ、ドキドキなんですけども、うん、楽しかったって思い出がたくさんありますね。素晴らしい、はい、はい、改めて説明していきます。はい、はい、M バンド、もちろんM バンドになる前にバンドを組んでられて、それがですね、ちょっと最初の写真ありますかね。これ、うわー、ちょっとこれどっから持ってきたんですか、近藤さん。ある筋からみたいな。なかなかすごいですよね。これも恥ずかしすぎるか、うん、まあ、恥ずかしすぎるっていうかね、これがあって、やっぱりバンドがあって、はい、そうですね、ここで活動して、全てね、うん、全て意味があることなんで、はい、まあ、ありがたいことなんですけど、はいはい、これはM バンドの前にザ・スティングっていうロックバンドでデビューさせていただいてですね、うん、はいはい、で当時は特番音響っていうかバーボンレーベルって、うん、はい、いわゆる証券さんとか柳ジョージさんとか、はいはいはい、J ・ホークの方とか、うん、もうそうそうたるそういうロックレーベルっていうのかな、はい、そういうレーベルで、うん、でそこにまあ、スカウトされたんですけど、うん、すごくまあ、ローリングストーンズが私大変好きで、はいはい、でローリングストーンズみたいなグループを作ろうってことでね、うん、それでもう本当にやっていただいても大感謝なんですけど、ただその当時のどうですかね、ずっとやってたかったんですけど、うん、もう本当に短期間で、うん、ちょっと人のせいにするのはもうあれなんですけど、うん、ちょっと事務所の方針で事務所がもうなくなっちゃったんですね。あ、なるほど、はい、それでちょっとわー寂しいなってことで、うん、もう本当にメンバー間とか仲良かったんですけど、うん、まあ解散せざるを得ないということで、そうですね、うん、ある一つで君たちに給料が払えないんだよということを事務所の社長さんに言われまして、それでそうですかと、でまあ本当に、まあ、いろんな人生挫折たくさんありますけど、うん、この時もそうでしたね、うん、はい、もう昔って今と違ってこう
黒いバンに焼くんですけど、はい、レーベルに所属するってことはまずすっごい大変なことじゃないですか。そうですね、はいはいはい、本当ね、はい、まあ、演歌の人もそうだけど、はい、今みたいにこう歌ってスタジオで録音して気軽に YouTube で出すっていう時代ではないので、本当あの黒いバンにこう入れてもらわなきゃいけないっていうところまでの敷居をすごい皆さんありましたよね。そうですね、本当にだから自分たちもうわー、もう本当に大変嬉しいっていうか、そうおっしゃる通りの ね、その一つ一つのそのなんか自分たちのレコード盤とか、うん、ジャケットとか見た時に、うん、なんかそうですね、今とはまたちょっと違う、違いますよね、僕たちも買う側も、はい、結構命かけてましたもん、黒いバン一枚買うのに結構お小遣いかけてこ, うはい、はい、この一枚結構1ヶ月分のお小遣い貯めたなみたいな。だから本当レコードショップ行って、うん、すごくやっぱ選ぶじゃないですか。選ぶそれでそのジャケットを見て、うん、ジャケットを見ながらじっとこのジャケットにはどんな意味があるとか、ありましたね、あこんな人たちがやってるんだとか、うん、なんかそういうものを想像を、そうですね、すごくかきたてていただけるような、うん、なんかそういうありました、ね、LP 版ってね、ありましたよね。それこそ神棚じゃないけど家に飾っときますよね最初ね。まあそれはいいですね、開けるのもね本当あれですよね、はい、でここからスタートしまして、はい、で実は次に、皆さん覚えてる人は覚えてるかもしれないけど、このM バンドになる前にナメネコってなんですよ。はいはい、そうなんですね。多分今ねスタッフさんナメネコって言ったらね一生懸命調べてくれるかも。いや調べられない。知ってる人は知ってる。そうですね。だからなめんなよっていうまあフレーズとともに、猫さんが猫ちゃんが、そうそうそう、いろんな洋服を着て、うん、ちょっと今だったら動物虐待とか言われそう、そう突っ込まれそうなあれですけど、ね、はい、当時すごい流行ってて、そうですね、もう本当に、ね、もう世界的にもね、うんうん、なんかああいうなんていうんですかのキャラクター、そうですね、すごいことになって、だから当時私もそのスティングっていう先ほどの、うん、バンドが終わった時に、うん、出てる、ああそうですね、はいはい、そうですそうです。それであるスタッフの方がね、うん、じゃあたかしスタジオボーカルみたいなのやるって言われたんですよ、うん、でスタジオボーカルっていうのは何かっていうと、うん、いろんなそのこういったキャラクターとか、はいはい、例えばどなたか、うん、まあ、例えばプロレスラーの、うん、その登場の時の曲を歌うとかね、はいはいはい、まあ、いろんなそういうアニメーションを歌ったりとか、うん、そういうパートなんですけど、うん、いやもうぜひやらせてくださいってことでスタジオボーカルの仕事をやらせていただいた時に、うん、そのこのなめんなよを大ブレイクさせたスタッフの方、うん、社長とかプロデューサーたちに出会って、それでこういうなめんなよという、うん、LP を出すんだけど、うん、高橋何曲か歌ってくれって言われて、うん、でもちろんですっていうことで、そうそう、それで聞いたんですよ、はい、でね、テレビに出るっていう時に、はい、この最初この着ぐるみ着てくれみたいなこと言われたんでしょ。猫の格好で出てくれみたいな。でこれを断ったっていうところが僕ね素晴らしい人生の転機だったような気がするんです。断ったんですよね。いやいや今だったらもう何でもやりますよ。もう本当にどんなものでも、はい、いや出していただけるんだったらあれですけど、うん、当時は、うん、その M バンドっていうそのグループのもうイメージができたんですね、うんうんうん、でいわゆるそれはもうそのザ・スティングとは全く違って、うん、ギャングスタイル、はいはい、ギャングスタイルだからボルサリーノの帽子に、うん、ずっとスーツに、はいはい、そういう、なんですかね、うん、そういうスタイルで、それで歌はエルヴィス・プレスリーの、うん、歌をちょっと真似させていただいて、うん、サウンドアベンジャーサウンドみたいな、はいはい、それでだからまあちょっと見た目がちょっとアウトローっぽい写真、デビュー当時の写真ですね。はい、そんなこんな感じです、ね、はいはいはい、でこれはコンプラスーツっていう、まあ、スーツなんですけど、うん、まあそういうイメージを持ってたんで、はいはい、だからちょっとその前に猫のぬいぐるみで、うん、歌わせていただくのも何なのかなみたいな、ちょっとそういう ね、勢いがまだその時はやっぱり若いからあって、だからちょっとお断りさせていただいたんですけど、いや正しい選択だったと思います。ここはね、いやいや、なんかね、うん、すごくベスト10とか、うん、そうそうたる番組になめんなよの歌が、うんうん、もうヒットチャート出てたんですよ、うんうん、だからこれ誰が歌ってんのってことで視聴者の方とか、うん、オーディエンスの方なんか見たかったとかね、うん、そういうのがすごくあったと思うんですけど、ただ1回だけね、うん、ヤングオーっていう番組がありまして、うん、やっぱりそれにこのスタイルで出たんですよ、うん、はいはい、実は、はい、その時に「なめんなよ」の歌を歌わせていただきましたね、うん、でそれがもう TBS 系でも大反響で、うん、何今のグループみたいな、うん、誰みたいなことが相当リアクションがあったっていうのは伺ったんですけど、
そこだって猫かぶってたら終わってましたかもしれない。それこのかっこよさだからやっぱりブレイクしたんだ。いやいや そんな怒られちゃいますよ、その当時のあのスタッフの方がこれ見てたら。いやそんなことしかも何ですか、面引きの人が出たり、これはそうです、あのこれがそうです、あの面引きのオーナーの菊池武雄さんにあのデザインしていただいて、はい、で私なんかあのもうお亡くなりになった萩原健一さん、証券さんとか好きで、で傷だらけの店主とかよく見てたんで、でやっぱりビギのそのスーツとかよく買ったりとか、まあ本当になかなかねお小遣いもそんなないから、ないですよね、うん、もう本当に一着一着お互いあれ商品だったんで、僕なんか田舎者だからあれ、はい、メンズビッグワンって呼んでましたもん。何このメンズビッグワンとかいうダッサい名前なら、メンビギって言うんだよそれとか。そこすら言ってませんでしたけど、いやいやでもそういうの分かるんですけど、うん、だからそれですごく憧れてたんで、うん、その方が衣装を作ってくれるって言っただけでも、うん、いやなんとありがたいことだと思いました。はい、はい、で次の曲行ってみましょう。はい、次の曲いきなり振るからスタッフが今慌ててます。すいません、ね、はい、あの子に ING、 あの子ね、ほらほら、ギタータバコ吸ってるじゃないですか。あのギターのリーダーの岩田博士君なんですけど、はい、もう彼は本当にあのもうギターめちゃくちゃうまいことはもちろんなんですけど、やっぱりあの一つのポーズじゃないけど、ね、キャラの一つとして、まあ実際タバコも好きだったんですよね、うん、だからもう大切その加えたタバコで、ほらローリングストーンズが好きだっておっしゃって、そうですね、だからもうキスリチャーズですね。そうですね、私そうです、そうですよね、はいはい、ギターはタバコ吸うもので、はいはい、うん、はい、見させていただきますよ、このよくこの動画探しましたね。でもそれやっぱりタバコ吸っていいとか足は緩くていいですよね。でもこういうの憧れちゃうから余計に不健の方は やめてくださいって話になっちゃった。そうなんですよ、いやでも憧れますよねやっぱり。ね、でも本当にいつタバコを買い替えてるのかな、あの、ね、もう絶えず、ね、そう、ね、どこまで吸って、まあ、ちょっと私なんか横で歌ってるから、うん、そこまでチェックしてないですけど、もう絶えずそうですよね、彼は。どこにどういう仕込みがあるか。ちょうどあの左側で踊って、はい、パーカッションをかけながらね、はい、カーベル叩きながら、踊ってる南くんっていう彼とですね、あの久しぶりにこの間去年40周年だと思うんで、はいはい、もう何十年ぶりに会ったんですね、はい、ですごくやっぱり懐かしい話ができてですね、やっぱりあの頃のことをすごいやっぱ本当に思い出しましたけどね。だからちょうどセンスながら昨年は40周年だったんで、だからいろんなちょっとこういうコロナ禍で大変な状況の中でいろいろイベントやらせていただいてね、でその時にその彼も駆けつけてくれて、でそうするとなんか本当になんか本当になんていうんですかね、時間が急に戻るっていうか、忘れてたことがあそうだよなって言って、うん、だからこれねお年寄りの特権ですよね。そう、もう最近ね、なんかね、そうなんで、僕ね、藤高さんに会ってね、もうすごい心改められたっていうかね、やっぱり専門学校とか行くと、やっぱり若い子たちがいっぱいいて、ちょっと押され気味なんですよ、はい、ね、若いたち、若いやつやからのこの考えとか、はい、その今の自由主張みたいなね、でもね、いや、違うなって。この芯の通ったの、やっぱりこの年代はこの芯を通すことによって若者たちに何か教えることあるんだなっていう、僕はすごい思いました。感動してます。いやもう、まあ、もうありがとうございますって言うところですけど、あれですね、なんか自分なんかも60を過ぎましてね、
で還暦を過ぎてからは、うん、本当に楽しんでいい人生なんですよっていうことを、うん、ある先輩から言われまして、そうですね、でまあ、おまけの人生っていう言い方もちょっと分かんないんですけど、うん、だからもう要は60代からいろんなこと分かってくるから、うん、いろんな感受性もまた若い時とは違ったね。本当ね、ちょっと手前味噌な、今、はい、ついいろいろ日本文化やってるんであれなんですけど、日本に老朽っていうのがあるんですね、はい、海外って結構若くして引退するっていうのは夢で、リタイアするっていう話なんだけど、日本って老朽で死ぬまでなんか仕事するっていう話なんですけど、うん、多分まさに若い頃のその記憶と、うんうん、今やってる活動とかがこう重なっていった時に老朽っていうか、うん、そっからまた第二のなんていうのかな、見せていくものができていくって僕は思ってるんで、そうですね、期待です、おっしゃる通りで、うん、なんかすごくパズルがね、うん、なんか結構自分はその人生はジグソーパズルかなみたいなことも言うんですけど、うん、なんかそのパズルの一つ一つがまたハマって、うん、そうですね、でその若い時の積み重ねと、うん、あ、なるほど今こういう形ができたみたいな、そうですよね、そういうのをなんか感じる今日この頃なんでいや、いいことだと思います、はい、すごく楽しいですね、で今、はい、で全然話がすごい戻っちゃいますけど、はいはい、M バンド自体は大ヒットしまして、はい、でこのバンド自体はこう知り合いが集まって作ったのか、うん、事務所が先導してメンバー集めたのか、どっちなんですかね。融合だったんですけど、はい、やっぱり自分はそのギターの岩田君とかは自分でもう最高にいいパートナーのギターが欲しいって、うんうん、僕らミックジャガーと、はいはい、ケース・リチャーズの関係がもう大好きだったから、うん、だからちょっと彼を、私がちょっとスカウトしてね、うん、で俺ミック・ジャガーになりたいから、うん、お前はケース・リチャーズになってくれみたいな、うん、なんかかっこいいことで僕は口説いたらしいんですよ、うん、それでまあそういう、あとドラムスの丸山君とかなんかは私が誘ったんですね。でただ横でパーカッションで叩きながら踊ってた、すごいやっぱ、ね、クールでね、スタイルもめちゃくちゃかっこいい南くんは事務所の方の、スタッフだったんですね。で事務所の方からやっぱ彼をぜひ入れようと、でそれはもう僕自身も大賛成で、まあ、彼が横にいることによって非常に何て言うかな、グループのなんか存在自体がすごいやっぱ大きくなるっていうのは感じたんで、だから本当にあれですね、いいですね、まあ、融合、まあいろ、そういうなんかそういうなんか、チームでしたね。はい、ね、皆さん多分バンド組んだりしてここから一緒にデビューしていきたいっていう人はもう山のようにいるじゃないですか、ね、はいはい、でもそこって本当に知りたいとこだし、うん、どうやってバンドが成長していくかっていうのは非常に興味あるとかと思うんですよね。はいはいはい、でいきなりデビューで、はい、高みに入っちゃったじゃないですか。でそのなんていうのかな、本当よく今映画とかで、ね、見たことのない景色を見せてあげるっていうか使うじゃないですか、はい、でもいきなり見たことのない景色に入っちゃったっていう感想を聞きたいですよ、本当に。いわゆるみんなが憧れてそこになりたいっていうところにこう行ったわけで、雲の上ぐらいにね。でそのなんか感想っていうか、当事者としてはどんな感じなんですか、そういう時って。なんか自分の言うのもそのバカみたいなんですけど、うん、アップルシティ505っていう、うん、毎週の TBS のテレビに出てた時は、やっぱりテレビの力ってすごいですね。うん、で1週間前に自分たちなんかどこの馬の骨かって言葉悪いですけど、うん、そのバンドで、リハーサルやってても誰も見向きも してない、うん、ところが1週間最初に番組出て、それから1週間後お客さんがなんかこちら見てるんですよ、うん、あれ見てんだな。そしたらそのまた1週間後、うん、それはまたその人数が増えてまして、なんか女学生とかまあ、当時はやっぱりそういう方ですよね、うん、もう学生服の方たちがなんかもうキャーとかなんか言ってこっちやってんですね、うん、だけどいやあれは俺たちじゃないよなって今日のゲストは誰なんだろうみたいな、うん、いや絶対もう違うわってことで、もう言葉悪いですけども、うん、スルーっていうか俺たちじゃないない、うん、それでその後はしたらまたなんか増えてて、うん、それでなんかキャーとかまた言ってるんですよ、うん、でもそれもいやまたちょっと違うだろうみたいなことだったんですけど、うん、ある時何週間一月か二月後かな、うん、浅草で忘れもしないんですけど公開、番組で、うん、それでお客さんがすごい数だったんですね、うん、でその時に今からじゃあ
歌い終わってスタッフが誘導して退場しますと、うんうん、その時にスタッフが「いや富士山富士山気をつけてください」うん「いや気をつけて何よ」みたいな、それでちゃんと僕たちが誘導しますからって言うから「うん、いやいや大丈夫大丈夫、俺たちはもうそんなもうあのおじさんのおじさんというか、うん、当時もう24、5だったから大人のロックバンドだからそんなにあのアイドルの方じゃないからアイドルさんはあのつけてください、うん、僕らは全然いいから大丈夫だよ」俺もパッと出て行ったんですよ、うん、出て行った瞬間にキャーとかじゃね、うん、めちゃくちゃなんかもうめちゃくちゃにさうわーうそー、俺みたいな、それは覚えてます、まあ、パッと見てたけど今、とはそういう時ってこうどうなんですか、面白いすごいなってここまで来たかなっていう達成感とか、いやだからあの変な話あの自宅の前にもあの女性たちがいらして、まあ、当時ね結構自由にあのストーカーとかいう話あれないですからね、結構ファンの方って集まりますよね。そうですね、あのすぐあのなんか見つけていただいてっていう変な話ですけど、だから母親が、まあ、当時母親とあの、うん、2人暮らしだったんで、うん、もうちょっとびっくりしたというか、うん、なんか自分 の, あ の, そのマンションの周りに、うん、あのそういう方がいっぱいいて、なんかあなたのことを見たいよみたいなことを言われてそうな、そしたら、あそうなんだってことで、うん、あのちょっとあのどうもみたいな話でね、あ、うん、まあだからそんな時もあって、だからそれからは、うん、まあその時で本当にもうブームってのは早いですから、うん、あっという間ですけど、なんか全国的にも例えばいろんなとこ行くにもその出待ちとか、うん、例えばなんか今でありますよね、うん、おっかけさんとか、うん、なんかそういう本当にいい経験というか、うん、それはさせていただいて、だからさっきの話ちょっと長くなっちゃいましたけど、見たことのない景色っていうか、うん、あの前のそのスティングの時では味わえなかった、なんかそういうのっていうのはすごくあって、すごいですよね。いやいやいや、だからでも本当にその今振り返るとやっぱり事務所の力、プロデューサーの力がすごいんですよ。うん、やっぱりあのそう TBS のテレビとか出られたっていうのも、もう本当あの当時ロックバンドにして珍しくテレビばっかり出していただいたんで、やっぱりそういうのがやっぱりあのリアクションが早かったっていうか、うん、だけどやっぱりそれはもうあのちょっと大きな事務所に入ってたから、やっぱりその方たちのいわゆるまあ力ですよね。やっぱり事務所大事、はい、それはなんかすごい感じます特に昔は大事だったかもしれないですよね、はい、今も大事ですけどね。でもそういう方たちとのやっぱ出会いですか。出会いですよね。そうですね、はいはい、皆さんほらどこで出会っていいのかっていうこともあるんですけどね、あのそこを目なんていうのかな、それで一個間違えるとほらセクハラ問題とかなっちゃったりする人もいっぱいいて被害もあるんですけど、そうですね、出会いなんですよね、難しいところですよねそこね。そうだ、それこればっかりあのなんていうの、正論ないですもんね。ですね、ですね、はい、じゃあそんなとこでもう一曲言っときましょう、はい、銀座で、55銀座ですね、はい、警備甘いからステージに登ってくる方とかいませんでした。ああ、たくさんいらっしゃいました。いました、やっぱり、はい、あとはだから、うん、男性 の,、うん、あのお客様も多かったんで、うん、途中からそうするとあの男性ファンはやっぱり強力に、うん、やっぱりあの引きずり下ろそうとしたりとかしてる、はいはいはい、うん、だからもうそういう時は、うん、もうちょっとこっちもまずいから、うん、もう握手をしながら、うん、引きずり下ろそうとするんですよ。すごい言葉悪いんですけど、うん、だからそれに向かって蹴ってました本当それはちょっとね、もう大変その方に蹴ってて失礼なんですけど、ちょっとそうしないと、なんかその人たちもなんかわざとなんか引きずり下ろしてやるみたいな、そういう輩もいたんで、今考えてるんですよ、はい、今ね、もうステージの前行けないようになってますからね。そうですね、はい、とても登るなんてことありえないですけど、あれ登った人ってその後会場の外出されちゃうのか見れるのかどっちなのかっていつも
悩んでね、女性は別にそんなにね、あれですけどね、その男が何人も来て、それはね、ちょっとやっぱり大変でしたね。怖いっすね。紙テープより怖いっすね。紙テープはぶつかったことないですか、大丈夫ですか。ああ、そうですね、何回かありますけど、あとなんかそのシーンを撮って、投げていただいたりとかするんですけど、でもそろそろ飛ばないんですよね。はいはいはい、飛ばないんですよ。だから、あの時は結構、おっしゃる通り、紙テープがロックバンドにしては多かったんですね、これ、バンドって。だからそれも本当にありがたいことだったんで、紙テープを避けて撮る、そうですね、避けて撮るみたいな、素晴らしい、なんかちょっとそういうことができるようになってましたね。紙テープ撮る技術も、やっぱりスターが怪我しないためには、いやもう最近そういうこともないですからね。あ、ないですね。まあイベントとして楽しいですけどね、見てるからね。あ、そうですよね。だから全体でね、そういう参加してる感が、そうですね、イベントってやっぱそうですもんね。本当にだからおっしゃる通りで、やっぱりその全体の参加してる感がいいですよね。これはスタジオなんですか。これもやっぱ TBS のテレビですね。はいはい。じゃあ割とお客さんは選ばれてきてるっていう。そうですね、当時でいうと応募してっていう方だったんじゃないかなと思いますけど、その当時は TBS 会館っていうのが、はいはいはい、今の TBS の横にありまして、あと TBS ホールっていうのがあって、そこをよく使いして、なんか TBS 系の方たちが非常にやっぱり事務所の力なんですけど、応援が多かったんで、だからそういう場所もよく使いしていただいたかなみたいな、はいはい、なるほど、なんかいろいろ思い出してまいりました。はい、僕も結構 TBS にお世話になっておりますけど。あ、そうですね、はいはい、でもってですね、はい、この曲の、あ、そう、ラッシュアワーってやつがあるんですね。行きましょう。ゆうやさま、死ぬまでロックしてみてください。これってゆうやさまって内田ゆうやさんやりますんで。そうです。生意気ですね。生意気になっていいんじゃないですか、このお客さんの数から言っても。全然これはもう本当に内田裕也さんが毎年大晦日にやってた大イベントのロックフェスティバルの番組、イベントがありまして、それに可愛がっていただいてたんで、毎年出させていただいて、でこれ実はですね、最後のテレビ出演なんですよ。あ、そうなんですか。うん、私で M バンドは、第一期 M バンドは本当に7年、はい、7年から8年やらせていただいたんですけど、これが一番その年の、まあ大晦日ですよね。でこれをもう来年の、来年中にはもう俺辞めるんだと、いうことを実は心に決めてたんですね。でこれ今日この番組で初めて言わせてもらうんですけど、はい、すごい。だからすごい時の、じゃあこれライブですね。そうですね、まあ周りは誰も分かってなかったけど、もう自分ではもうここまでっていうことで決めてました。なるほど、だからもう最後の感慨深いですね、最後の気持ちでしたね。まあその後正確に言うと、次の年の4月5月までスケジュールが入ってたんで、それはやらせていただいたんですけど、で結構大きな仕事も入ってたんであれですけど、テレビで歌うのはこれが最後かなって、はい、ね、そういう気持ちでしたね。貴重なライブで、ね、本当おこがましいですけど、かっこいいですもん、これも。だからなんか本当に、まあ、今だから言えるんですけど、なんかありがとうってコロナ禍で言ってましたね。キャンディーズみたいにこうマイクを置いたりとかね。じゃあマイクを置いたのは山口もやる。いやいや、もうロックバンドそのことはね、もう絵にならないんであれですけど、まあ、本当に、なんか気持ちはそうでしたね。いやいや、なるほど、そういう曲だったんですね。なんかすごく、応援してもらえた曲なんですね、はいはい、これも、はい、いや、かっこいいですね、これ。そしてだんだん長いので、ちょっとフェードアウトさせていただきました、はいはい、でこの後解散ということで、
そうですね、今言われたように解散ということで、ね、本当にあの私の、あのことで解散になってしまったんで、もう本当にあの最後まで申し訳なかったなっていうね、そういう気持ちをずっと引きずりながらの、あの今があるんですけど、あのまあ本当にその当時はですね、あのまあ言い訳になっちゃうんですけど、7年間のお休みがボンと初日しかなくて、で1年に6日間しか休めなかったんですね。でずっと北から南からずっとツアーツアーと、あとテレビとか、ね、あとはその間にレコード作る、まあ今考えればすごく ありがたいことで、本当に音楽の神様に怒られちゃいますけど、まあ、その時ね、なんかちょっと自分のですね、まあプライベート当然何もないですよね、そうするとね、バランスがね保てなくなっちゃって、限界になると思います。僕も舞台とかで6ヶ月とか巡業行って、はい、でお金ないと相部屋だったりがする、だん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 嫌いになってくるね。なんかね、いや人間だからある程度個人的スペース欲しいだろうみたいな、一人になりたい時間あるだろうみたいな、だんだん僕たち無名でもそう思いますからね。大変ですね。いやいやいや、だからもう本当にあのその時の後半のライブを見たお客様とか、あとあの反応がもう私自身なくて、すごいなんか疲れ切っちゃってて、だからあのよくそうですね言われてましたね、あの他のメンバーみんな愛想がよく、おはようございます、よろしくとか入ってくるのに、もう藤隆だけはブスッとして、なんか特にその今目の見えないサングラスをしながらもうなんかあのいやいや、でもちょっと 俺に触れるなみたいな、もう本当にやるそうですけど、なんかそういうオーラを出してたみたいな、きっとそうだったと思います。まあアイドルあるあるですね。アイドルあるある。僕なんかではあのドラマでさ一緒になった時に、あもうすごい有名な人じゃないですかと思いながら挨拶もしてくれなくて、もうそれって絶対ダメですよね。ダメですよ。でも3日目ぐらいにやっと、おはようございますって言ってくれて、おー口開いたみたいなさ。でも多分彼女にしてみれば、まあもうスケジュール的にいっぱいいっぱいで、とてもじゃないけど共演者に気を配ってられないかったんだろうなって今思います。やっぱりいやいや、あのね、そんなことないですよね。だからもう今は本当にもう自分が言い訳で、もう恥ずかしいんですけど恥ずかしいんですけど、ついでなんかこのね、この番組やっぱ近藤さんが言わせんでしょうね。いやいやいや、でもやっぱり実際なんかそのなんで辞めたのっていうことを 言わなきゃいけないんで、もう今は本当にあのまあ実はこうだったんだってことを、もうあの話をしてね、で隠さず話をしてさせていただいて、それで実はそんなことありながらも、でも今俺も M バンドハートブレイクまだ歌ってるんだよみたいな、その部分でその許しを得てるっていうか、なんかそんな自分に、自分のことなんかちょっと許してあげるっていうのも、なんかちょっとね、どういう当たってるかどうかわかんないですけど、なんかすごくあれですよね、当時やっぱり一時その戦ってましたね、そうかダメだ俺はみたいな、途中でもそのまあでもこれ辞めちゃったからみたいな、これからですね本当にね。そうですね、またね。でまあ、ちょっと辞めた時に、辞めた時ってもないですけど、あの俳優もやってらして、ちょっとその一瞬、はい、一瞬これね、角川映画ですよ、マルガリータ。あのね、今の人たちはあれですけど、西洋寺さん亡くなられてました、ね、そうですね、本当にもう最後にちょっとお会いできなかったことが非常に心残りなんですけど、原田知世ですよ。もう角川映画をね、薬師丸ひろ子と支えたような女優さんですよね。はい、非常にもう本当にあの、なんていうんですかね、やっぱりあの透明感と、あとなんかすごくどういうのも独特の魅力があるね、あの女優さんでしたよね、ですよね。で菅原文太さんとも本当に初の映画、何にもやったことないのに、そういう人間が本当に原田知世さんとか、あとはあの菅原文太さんとかね、長嶋俊之さんとか、そうそうたるメンバーと共演させていただいて、これも本当に今考えると信じられないなぐらいの、本当にあのやっぱりこれも事務所の力なんですけど、あの西洋一さんがちょっと藤隆あのやってみないかってことで声かけてくれたんですね。あのロックがあの方非常に好きで、その夕夜さんのイベントなんかよく来てたんですよ。それで藤田隆っていうのは芝居やったら面白いんじゃないかっていうのは、いやいやいや、もうだからこの時だけはですね、もう何もわからないから、もうがむしゃらに、もうただ本当に迷惑かからないようにあのやらせていただいた。これやっぱり35ミリですか、フィルムですか。フィルムです。あ、フィルムですよね。はいはいはい、いやいい時代だ。
でですね、はい、もう一個2時間ドラマ続けてちゃちゃっとやっちゃうみたいな、いや今思うとこんな可愛かったかなって。いやもう可愛いんですか、もう今も素敵な、ね、女性ですよね。可愛い。この時代のドラマってなんか元気やってる好きですけどね、むちゃくちゃですよね。いやもう現場むちゃくちゃで、ね、本当にむちゃくちゃで、もうこのあれキャスティングもね、そうそうたるメンバーで、でやっぱり証券さんなんかなんだけどもう大好きだったから、すごく証券とね共演できたんだけど本当に嬉しかったし、そうですね、うん、でただもうあれですね、もう自分としてはボロボロですけどね、あのうまくそのできないっていうか、あのだからクロイドンスの女っていうのは、あのもう初めてだったから、あのまあなんとなくそれ、あのあれがまあできたんだけど、このアイスがトラブルの時はですね、あの岩城浩一さんに実はちょっと話が前後しちゃうんですけど、あの M バンドを辞めた時にもう私自身その芸能界とかその表現者とかいわゆるロックシンガーも二度とやらない、普通のもう普通の男性って当たり前ですけど、そういうふうに決めてたんですね。それで辞めさせていただいたんで、ところがあの辞めた時に岩城浩一さんの方から連絡が来て、いやお前うちに来いよみたいな、でうちに来てちょっと役者やれって言われて、いやでもいや僕はあの M バンドを本当にあの大変ご迷惑かけて辞めた人間なんで、あのそれはちょっと無理だ、無理だと思いますって、辞めて本当に半年もしてない時の状況だったんで、でそんなことない、いいよって、あのもういろんなあのことが起きても全部うちの事務所が防波堤で守るから、うち来いと、ね、それってやっぱり本当にお人柄ですよ。いやいやいや本当にそう思う。でね、やっぱりね、そう男性って結構嘘がつけないタイプだから、多分演技が最初入っていけないっていうのも、女性みたいに嘘がつけないっていうの、そういうこと言うとまた男女差別怒られちゃう。でも大体男性の下手ですからね、あのあそう、あののめり込めるまでが時間かかるっていうのあるんですよね。でだんだん時間なくなってきて、僕のドラマもう一個、あのデータベースだけですけど、これね、あのなんか履歴書読んでたら、なんか聞いたことあるような名前あんなと思って、でこのねちょっと下の主な出演っていうところに、そう、あ、そう、近藤康成に出てんだよね。でその下の藤井隆さん、なんだ共演してるよと思って、いや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 、もう本当びっくらこきました、ありがとうございました、はい、まあ、これこれでいい。全然余談です。なんだみたいな、同じドラマ出てましたみたいなね。ねえ、ですよね、本当思っちゃいますね。はい、だから未だに私も本当にそのお芝居とかやらせていただいても、全然そのシステムとかなんか、あのまあ音楽のことは多少分かりますけど、そっちのお芝居関係のことはもう未だによく分からないんで、あれなんですけど、はい、もうこうやってね一緒にやらせていただいて、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあ告知もありますが、ちょっと一応曲を流しながら喋りましょう。はい、メロディー、あ、メモリー、メモリー、あ、ごめん、メモリーです。そうそう、でそれ再結成をしまして、そうですね、はい、でこれはちょうどね、この映像は30周年かな、30周年で昔のオリジナルメンバーが最後に集まった、イベントなんですけど、それの映像ですね、これ、はい、だから本当にあの残念なことに、あの横で加えた方で、かっこいいギターを弾いてくれた岩田君も、あの7年前に亡くなってしまいまして、これがもう最後の舞台でしたね、全員集まって。だからそんなことでのこのメモリーっていう曲、あのいい、まあ作詞はあの沢地龍さんっていうね、非常にいい作詞家に書いていただいたんですけど、なんか母親がちょうど亡くなった時にこれ作っていただいたんですよ、だからまあ人生で本当にメモリーだよねっていうような、それですごくいい作品なんで、これはちょうどあの
リメイク、うん、もう一度じゃあメモリーを俺歌おうということで、うん、でこの30周年に合わせて出したんですね。だからその映像となんかそういう気持ちが入っている曲ですかね。再結成のきっかけみたいな、うん、あれですね、やっぱりお芝居もやらせていただいたんですが、なかなか自分がやっぱりうまく表現できないというか、自分のなんか、なんとかな、中途半端な感じがすごく嫌で、それでやっぱり俺はやっぱり歌しかないのかなっていうか、もう歌いたい、もうロックしたいというかね、まあ、ああいう形でバンドやめて大変失礼だったんですけど、まあ、もう一回やっぱりそのフィールドに戻りたいという気持ちがすごく出まして、うん、それでやっぱりM バンドというまたそのバンドの名前も使わせていただいて、うん、それで今に至っていくんですけど、なるほど、はい、いいですね、いいですね、それでなんか気が付いたら本当に40年、うん、40年経って、過ごさせていただいたというか、はい、非常に感謝しますね。いや素晴らしい、再結成、やっぱりそれなりに勇気いったと思いますけどね。なんかそうですね、やっぱり昔から応援してくださった方が、なんだ藤井さんが途中でどっか行っちゃったんじゃないかと、うん、そういうことで非常に残念な思いをね、うん、された方もいらっしゃったと思うんで、そういう方たちに本当にもう一回俺が歌っていいのかなとかね、うん、そういう気持ちはもう何年かありましたけど、まあ今は本当にそういう方々も温かく迎えてくれて、はい、なんか一緒の同じ時代で来て一緒になんかいい年を取ってくれてるのかなみたいな状態だそうですけど、これからどんな方向に向かうのか。そうですね、もう本当に最近はカバー曲、うん、いろんなこの洋楽とか、うん、日本の方の素晴らしいシンガーとか、うん、たくさんいらっしゃるんで、そういう方で、あ、この曲歌いたいなって曲を自分なりに歌わせてもらったりとか、うん、だから本当になんかいい意味でエンターテイナーっていうかな、うん、まあ、こういう年も重ねさせていただいてるんで、うん、もう70過ぎても、うん、もう80近くなってもそれこそもう歌い続けていきたいなみたいな。ぜひ続けてほしいっていうか、まあなんか本当になんていうのかな、若者はこれに気づいてほしいし、お年寄りっていうか僕たちの年齢の人は本当に勇気づけられるっていうか、いやいやいや、ちょっと襟立たさなきゃいけないって思わせてくれる何かすごいパワーを感じるので、いや本当そのなんていうのかな、曲ってすごいそういうとこアメージングですけど、はい、エネルギーを与えてもらえる、何なんでしょうね、ありますよね。やっぱり音楽の力っていうのは、ね、すごいなんかあるっていうのをすごくやっぱり感じてるんで、だから本当に自分なんか、まあ、微力ですけど、微力ながらなんか少しでもそういうふうにちょっと貢献していけたらなと思います。はい、そして今週末、日曜日にですね、はい、バースデーライブ。そうなんです、もうなんかね、もうバースデーライブこの年でっていうか、もうそういう言い方好きじゃないんですけど、バースデーってちょっと66歳にならせていただいて、66なんで、もうちょうどゴルムいいかなということでですね、1月15日にホームでやってる汐留の東京汐留にブルームードってありまして、そこで19時から18時がそこオープニングアクトの方にやっていただいて、で我々は19時スタートなんで、ぜひ本当に、ね、ご参加していただけたら、よくわかんないよって人はどんどんメッセージくれたらお答えしますので、はいはい、ちょっとなかなか小野さんも、うん、忙しいと思うんですけど、お見えになってください。ぜひ行かせてください。はい、はい、そう、細かいことこれ読んでもわかんないと思うので、ぜひどしどしツイッターの方でお問い合わせいただければ丁寧にお答えさせていただきます。でだんだん時間なくなってきたんですけどね、はい、どうなんでしょうかねこんな感じで、いや、まあ、あっという間でした、ね、そうですね、本当おっしゃる通りあっという間 でしたけど、うん、なんかすごく喋れないことっていうか、うん、そのなんかそういうようなこともちょっと喋らせていただいた、うん、ということで、なんか本当にちょうど2023年の最初の、うん、お仕事が
今日だったんで、はい、これお仕事って言えるんですか。いやいやもうあの ねもう、まあ、お仕事っていうか、うん、もう自分の好きなことやらせていただいたんでね、うん、あのもうあれなんですけど、うん、なんかあの気持ちよく喋らせていただいて、いやいや、はい、こちらこそ本当ね、こんなビッグな人がね来てくれることはほぼないですか。そのぐらいです。本当嬉しいです。はい、ありがとうございました。最後になんかピュッてこう、ぜひ本当ね、僕ね勇気づけられたんですよ。もうぜひ見てほしいし、なんていうのかな、さっき言ったな、なんていうの、過去とね今との、はい、こう融合していく、うん、で成長していく藤井隆さん、ぜひこれからも見守ってほしいなって僕は思いますね。はい、はい、もうなんかあの皆さんと同様ね、やっぱりあのなんか今、うん、風の時代なんで、はい、あのなんか今まで以上にフランクになって、うんうん、はい、あの肩の力を抜いて、なんかこんなことできないとか、うん、これは無理だろうなと思わないで、なんかいろんなことをやっていく時代なのかなって、ね、挑戦しましょう、はい、感じてますね、はい、ということで一緒に、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。